アルディメオラとオランダをツアーするジャクソン・アンソニー・ジャクソンはアメリカ・ニューヨーク州ニューヨーク市出身のエレクトリック・ベース奏者で特に6元ベース奏者として知られている30年以上の活動経歴を持ちファーストコール・ミュージシャンとして知られているモータウンのハウス・エレクトリック・ベーシストジェームス・ジェ・マーソンの影響でベースを演奏するようになる1964年から1965年に かけて、ギターを、ジェリー・フィッシャーに、1969年に、ローレンス・ラリー・ルーシーから、1973年には、パッド・マルティーノから理論を学ぶ。1970年代半ばに、リー・リトナージェントル・ソーツ、アルディメオラのレコーディングに参加して、話題となり、以後、様々なジャンルのミュージシャンと、レコーディングやセッションをしている。日本人ミュージシャンとは、深町淳。 日の照正のアルバムでピック引きによる印象的な演奏を残し、2000年代には矢野明子の公演で定期的に来日して共演している。2010年代には上原宏美と共演。その他、渡辺貞夫、本田武博渡辺和美、今田勝福村博士、小昼井牧ほる、松本秀彦、川崎にわびなど。2010年には、 初のソロ作インタースピロットをギリシャ人のベーシストヨルゴス・ァカナスと共作しリリースした。ありがとうございます。